エタとは、グリーンランド北部の自治体であるカースートスップーにある、ハイソン。そこは、北極点を発見する遠征の出発点で、極北カナダ出身のイヌイットにとって、最後の上陸的地であった。エタは、フォールクフィヨルドの海岸線に位置していた。フィヨルドは、幅が1.5マイル、長さが数マイルで、2000フィートの崖が、両端にあった。ブラザー・ジョンの氷河が、 フィヨルドの東の外れにあり、氷河の裾には、アリダコがあり、凍った新鮮な水がある。この廃村の西にある、バフィム湾の北の外れのエルズミーア島と、グリーンランドとの間にあるネアズ海峡は、通常、10月から翌年の7月まで凍結している。エタは、極北カナダの古代の移住系路上にあり、移住には、数回の波があった。 4,400年から2,700年前には、北周りの独立第一文明と独立第二文明が、遅くとも1,000年前には、南周りのツーレ文化がもたらされた。ここは、バフィン島出身のイヌイットが最後の移住をした場所で、彼らは、グリーンランドの海岸2865年に到着した。イヌイットのシャマンのキドラックが7年間にわたり、 エルズミーア島の海岸に並んでバフィン島からの移住地としてエタへつながる海峡で移住者を導いた。グループはそこで分裂し、一部はカナダのポンドイヌレットに帰っていった。ピツフィックの住民はその後カーナークに移住し、一部は最後のグループからグリーンランドの遠征に出発した。エタはクヌートラスムス線のグリーンランド北岸への探検や、 ロバート・ピアリーの失敗した北極点到達の試み、不運なクロッカー等の探検、ハンフリーの北極探検、マクレガーの北極探検、デイビッド・ハイ・トーマスの探検のように、従来からいくつかの北極探検のベースキャンプとして使われてきた。ロバート・ピアリーの子孫や地元のイヌイットは、カーナー区に住み続けていたエタは一時期、世界最北の定住地だった。アンノアトックは、 エタの約2 4トル北にあったが、季節仕様の狩猟キャンプに過ぎなかった。エタはその厳しい気候のため放棄され、イヌイットはその南にあるピツフィックに引っ越した。1984年、グリーンランド人のグループがエタに再び人を定住させるために、カーナークからエタへ引っ越そうと試みたが、失敗した。ハンターは自分自身を元気づけられず、 彼らの家族は動物を隠して収入を得たのである。カーナークの快適な環境や安定な生活を立てなかったのもある。エタにある小屋は未だに立ち続けている。今日、エタには夏になると、時折、豊富に生息する生物や北極グマを取るために、ハンターが訪れる。ありがとうございます。